司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。9S、あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。あのアダムとイブって特殊個体もまるで感情があるような。いいから転送装置の場所に行く。はーい。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？ええ、この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体が集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。トゥビー。何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど。
ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王、なんだよ森の王って。気を抜かないで、ナインエス。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。なんかあいつ逃げてばかりですね。爆発するぞ。あ、ここは？なんだこれ。あなた方は？怪しいから怖そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。何なんでしょう、あれ。この先が森のある地域みたいですね。目標、敵アンドロイド戦闘状態。起動。我らが森の王のために。森の王のために。来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ。気をつけて、ナイエス。はい。この機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。気を抜くな。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を侵略者を発見。お届け次第の我らが森の王に命を捧げる。我らが森の王のために。我らが王の王国を守るのだ。守るのだ。王国騎士団の意地を見せるのだ。見せるのだ。引くよ、戦え。我らが命、今このためにあると思え。我らが森の王のために。森の王のために。こいつら、トゥービー、
機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。侵入者だ、直ちに陣形を取れ。構え、恐れるな、進め。あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。構えて、つけ、次の前、もっと腰を入れろ。なんだろう、この小屋。その子たちはいじめるだ。ここから出て行け、出て行け。え、待って、何出て行け。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。いかにも王様が住んでそうなお城ですね。
敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビ。わかった、ナインエス。え、今なんて言いました？わかった、ナインエス。え、違いますよね、もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう、機械生命体の武器。これは必要ない。解析、機械生命体の武器。これは必要ない。
これが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービバンカーよりトゥービーナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。でもあれは奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。せっ、あっ、やっ、せっ、やっ、ふっ、裏切ったんですか？裏切ったのは司令部だろう。トゥービー追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。開始。報告失敗終了。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。
私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。ナインエス、なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター6O よりトゥビーさんへ、定期連絡の時間です。こちらトゥビー、問題ない。トゥビーさん、聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールなトゥービーさんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要ない。以上、オペレーター6O でした。それでは。アクセスポイントからメール受信の連絡。